加害寿司誕生まであと 1%。 さあ、ということで今回もね、理想の回転寿司作っていこうかなと思います。はい、前回ね、寿司コンクールに出ました。惨敗しました。はい、やっぱり寿司コンクールこなしていくうちにね、新しい寿司コンクールが出てくるんですけど、やっぱレベル高くなってくるんですよね。そうすると今まで通りの従来のやり方ではやっぱ限界があるんですよ。まあ、なのでちょっといろいろと、なんていうかな、もうこのゲームのやり方を根本的に変えなきゃいけない時期が来たのかもしれないなっていうところはありますね。正直もう僅差ってわけでもなかったからね。オレンジジュース出した寿司屋に負けたからね。俺オレンジジュースに負けたんだよ。考えてみてすごくない？寿司コンクールにオレンジジュース出すところもすごいけど、オレンジジュースに得点で負ける寿司屋も相当だからね。合間なのでちょっと頑張りたいなと思います。そして赤貝があと 1%、 そして修行の旅がもう 100% なんで、この画面を閉じた瞬間、多分パンプキン2世は報告に来ると思います。閉じます。思ったより時間かかったな。ただいま戻りました。無事に丸米ガリオさんの修行を終えましたよ。さあ、ちょっとマジでね、寿司作り変えなきゃいけない。なんかちゃんともう相性とか、あとなんか客とかをしっかり入れなきゃいけないのかなって感じではあるよね。 PR もっとしっかりした方がいいかもしれない。さあ、ということで来ましたね、赤貝ができるようになりました。まあ、コンクールこれがね、彩りが強くなきゃいけないんだけど、俺彩り重視の寿司まだ作ったことなくて、どうやって作ればいいのか分かんないんだよね、正直ね。そしてもう一つ、関東寿司コンクール、これはもうダメだったね。うまみ最強レベルの、まあ、僕の中で最強レベルだった人が行った結果惨敗したとね。中年なんだよね、こっちは。で、こっちはまあ家族だから、まあいろいろいるわけですよ。あ、だから、まあ、これ卵に彩り乗せればいけんのかな。どうすればいいんだろう、正直マジで分からん。シャドウで見てください、ガチャガチャがいっぱいあります。すごいでしょ。もう完全に子供向けに特化してるよね、これね。子供たちがこれで喜んでくれるのかちょっと心配なんですけれども、多分喜んでくれると思います。はい。これにする意味はあるのかって言われたら、正直ないと答えますね。うん、まあまあ、あ、やってる。2040円いいんじゃない。あ、寿司コイン10枚、いいね。気前がいいね、この男の子。いいね、かっこいいよ。あ、ちょっとなんで寿司コインもっとくれよ。さあ、ライブハウスで、PR してきました。実は言うとハードロッカー、この寿司屋くんのいいね。さあ、そしてもう一つ、控室を作りまして、これでね、雇える職人が2人増えますね。はい。さあ、ということでね、職人の募集をかけてみました。いいレベルの人いたらいいけどね。負荷は、でも勝利強いな。カルフォルニア二郎、カルフォルニア二郎いるじゃん。カルフォルニアくん、これ毎回いるよな。ニヤニヤ魚レビ帰れよ。だから、いやー、これメンツとしてこの2人なのかな。これとカルフォルニア二郎。こんにちは、今日は希望を伝えに来ました。何でしょう。朝月。何その、なんかナルトの敵組織にいそうな名前は。あ、店長いいですか、提案があるんですけど、不安なんだけど。チーズ、あ、チーズいいね。逆に今までチーズないのか。もう正直言ってさ、どんなまずいものにチーズをかければうまい。違う、俺チーズあれば大体がうまく聞こえる気が、聞こえるって言い方おかしいが感じるんだよね。うん、みんなはどう思いますか。さあ、皆さん、コンクールに応募できるそうです。正直言って勝てる気がしません。お誕生日コンクール出てみる。甘サーモンで勝てるかな。甘サーモンやってみる。彩り強いのがいい。マヨベリーか甘サーモンってのがまた、まあ、マヨベリーか甘サーモンだったら甘サーモンだよな、さすがにね。マヨベリーはね、控えめにダークマターのところだから、まあ、サーモンと甘エビだったら弱くないじゃん。マヨベリーはさ、いちごあんこマヨネーズっていうさ、ちょっと見ちゃダメ、ちょっと子供向けではないっていうか、もう全人類向けじゃない気がするんで、じゃあちょっとママサーモンで出してみよう。もしかしたら勝てるかもしれない。だから関東寿司コンクールはまずい。ちょっと正直ほんとね、もう何もでき、まあ、何もコンクール前にさ、寿司作ってないんだよな。新しく、そして閉店ですね、地味に。店長、今日はお誕生日コンクールが行われます。あの、右上見てもらったら分かるんですけど、お金が今ありません。とんでもない事態になってますね。さあ、これ勝てるかだよね。ちょ、そろそろなんか、コンクールどんどん行くんじゃなくてさ、なんか調理例、調理っていうか、あの、具材とかをさ、豊富にした方がいいかもしれないなって気持ちにはなってんだよね。さあ、丸米が行くんだ。ことぶきじゃないんだね。さあ、勝てるかな。お誕生日コンクール地味に始めて、つうか、うちでやるってすげえな。待って。大富豪じゃん。ちゃんこはナスビ勝ちて、ナスビよりは強いと信じたい。甘サーモン、そんな高い。おい、女の中の真ん中のお母様はちょっとタレご飯、正直まず美味しそうっちゃ美味しそう。俺さ、うなぎのタレだけで食ってたことあるわ。にちょっと待って、おい、あれコンクールでそれはちょっともうどうしようもないよな。実際コンクールとかであそこまで差つけられたらさ、下に追いつけられた方たまったもんじゃないよね。さあ、どうだ。お、食材強化7、ち
じゃあ私もまあ子供はそんなもんか。いやー勝てないか。ちゃんこ若元がちょっと壁でかいね。当分勝てなさそうな。ナスビか。まあ惜しい惜しい。最近財布の中身を使い果たして帰ってしまうお客様が多くなってきました。なんだそりゃ。ATM、 ATM 置くの。まあいい悪くないけど ATM のリスク役か。さあということでね、作ってみましたレモンイチゴ1レモン、どうでしょうか。もう彩りだけ強めてるから多分いけると思う。よしよしよし、レモンイチゴでいけるな。本当はもっとトッピングしたかったんだけどお金がなかった。うん。ちょっと他に金使いすぎてさ、またトッピングできない事態になるかと思ったらそんなことはなかったね。俺マジで毎回トッピングに金かかるの忘れんだよね。おひささん、でもいけんじゃない。価格最高だって。レモベリーいいじゃん。さあということでね、コンクールにリベンジしようかなと思います。お誕生日コンクール、この家族にね目にも見せてやろうかなと。はい、このお母さんの評価がちょっと怖いよね。10点つけた後2点つけたからね。恐ろしい恐ろしい。で今回何で挑むかっていうと、さっき作ったレモベリーですね。一見ねダークマターになりかねないような組み合わせかなと思ったんですけど、まあ、普通にいけましたね。ただ唯一の後悔は、その攻略サイト見た時になんかもう一つねトッピングした方がいいよってあったんですけど、お金が足りなくてできなかったんですよね。本当俺お金の管理が下手なんで、まあどうなるか分かんないんですけど、レモベリーでいきます。はい、こんにちは、はじめまして、菅も町内会の会長です。なんだろう、町内会では市役所と連携し観光客を呼び寄せるための寿司コンクールを開催しています。マジで年配の方が多いので会わせていただけると。マジで新しいコンクール3つ目か。3つ制覇できるかな。関東寿司コンクールよりレベルが高いとなるとちょっと厳しいよね。店長、今日はお誕生日コンクールが行われます。さあ来ましたね、ハッピーバースデー。なぜか知らないけど誕生日もう来たんですね。3ヶ月しか経ってないのに。お誕生日コンクールがまた開かれるってもすげえな。1年経ってないのに。違う人の誕生日なのかなきっとね。うん、でも娘のつってたよね。まあまあまあ、そこは気にしない方がいいのかな、ゲームの特性上。俺絶対負けらんねえよな。俺ナスビに負けたら俺もうどうやって今後寿司屋を名乗ればいいんだ本当に。まあ、ナスビはまだいい、タレだよタレ。だからその顔やめろ、真ん中のお母さん。ちょっとさ、タレご飯これ何、毎回得点同じなのかな周りの。あ、18点。でもちゃんこ若元を超えるってむずすぎない？超えれる、このレモベリーで。無理だったらレモベリーにもう一回ちょっと彩りのやつ足すしかねえな。頼む、レモベリーいけ、プラス来い、レモベリー。嘘でしょ。あ、9、あ、9。いやーダメか。ちょっと左のお父さんをねどうにかちょっと黙らせないと厳しいかもしれない。また負けた、ちゃんこ若元に。これ進む、こっから先。でも惜しいな。最近が完成しました。早速試食や解説し味を評価しましょう。さあ、イチゴが増えただけですけどどうでしょうか。イチゴが増えただけですけどね。ああ、そこが上がるんだ。おお、はい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 。レモベリー缶1、これ1を出すか。いちごの量が違うからな。いけるいける。さあ、ということでまたお誕生日コンクール出陣したいと思います。レモベリー軍艦1ね、1ってついてるけどこっちの方が強いんで、はい、本当はねレモベリー軍艦貝ってつけたかったんだけど、まあしょうがない。はい、これなら多分勝てる。これで勝てなかったら俺もうこの企画やめます。はい、店長、今日はお誕生日コンクールが行われます。さあ来ましたね。もう正直このさ、申請レモベリーで負けたら俺はもう無理だと思う。今一瞬ね寿司名忘れてたわ。俺マヨベリーが出てきて違うやつだわ。あっちダークマターだ。いやマジこれ3度目なんだよな。俺マジで今日の今までで一番時間かかってる気がする。多分動画時間は分からんけど、コンクール3回だからね、純粋にって。今まで2回しかやってこなかったからな。しかも同じコンクール全部っていうのも初めてな気がする。それぐらい俺はこのコン負けまくってる。あたっけーわいから。そして今度娘が同調しちゃったじゃん。厳しいな。タレご飯毎回変わり映えしねえんだよな。得点も変わんねえんじゃねえの多分。毎回点数振れ幅でかすぎだろこれ。あのお母さん最初2点とかつけてなかった、タレご飯に。マジか。さあどうだ、これで負けたら俺も泣くよ。え、はい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 。よしよしよし、 OKOK。よかったー。マジ負けたら俺悲しいとかな。あの親父一回も俺に対してさ高評価しなかったような多分。あいつムカつくわ。あいつムカつくわ。ちょっと さあ俺に私の宝物をあげます。なんだろう、娘さんの納豆。
ウニに見える。え、納豆が何、宝物だったの、面白いね。あ、何何何、海ぶどう。娘さん気前がいい、面白かったね。まあ買ったのでセーフってことに言うか、寿司コイン350枚はやべえな、次回楽しみだね。あ、そして駅でホビーあれが終わったらしい。鉄道写真家、あー撮り鉄ってやつかな、撮り鉄が、鉄道写真家って撮り鉄でいいんだよね多分ね。撮り鉄がまた客員だったそうですね。ということで皆様いろいろと今日は激動の一日でしたが、なんとかうまくいったと思います。動画出すのが楽しみですね。はい、ということで皆さんまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。